さん、皆さん、我々何をテーマにコーディをしているか分かるでしょうか。書いてますか。分かるでしょうか。分かるでしょうか。お久しぶりでいただきます。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ホピちゃんいますよ。ホピちゃんもいます。もいます。あ、はるさん。骨格見せですか。正解。そうなんです、うん、はい、今日はあの下の方にも書いてるんですが、はい、N555 が再販になりまして、はい、あのそれに伴い、うん、まあ、N555 は、タイプがね、うん、ネックのタイプが3タイプありまして、はいはい、結構骨格、うん、あの別で分けれるので、うん、今日はその骨格別コーデ提案のライブをしようかなと思い、はい、はい、我々3人来ました。来ました。はい、イエイ。髪型がみんな外派で可愛い。髪型合わせたの？めっちゃ無意識。無意識。無意識やね、偶然。いや、いつも誰かくくってるのにね。確かに。ね、もう髪型合わせたのかと思った。確かに、本当に合わせてきた感じが。ね、でも分かりやすくていいかもね。確かに、ね。確かに。うん、そうなのですよ、はい、ということでですね、はい、今日あの普段はね新作ライブを結構やるんですけど、うん、あの、まあ、明日とかもねあのライブ予定にはしておりまして、うん、今日はあのメインは N555 の骨格別コーデ紹介となります、はいはい、で、あとあの今日の新作もちらほら合わせては持ってきているので、うん、それらもあのちょこちょこ紹介しながら、うん、今日は進めていこうかなと思います、はいはいはい、最後まで見てくださると嬉しいです、はい、お願いいたします。あ、嬉しい、とても参考になるので楽しみです。 ありがとうございます、はい、ベスト聞かれてるので答えていいですか。はい、いいですよ。 K1178 です、このファーベスト、うん、はい、はい、そしてですね、うん、あの N555 においてはもう何年選手だろうってぐらいすごく大人気で、うん、あのなんですけど、なので皆さんもご存知かなと思います、はい、なので N555 の商品紹介は今日はしないんですが、もし気になる方はあのライブ動画で商品を見るっていうのが商品ページにあるので、うん、そちらで詳細をご確認ください、はいはい、今からは N555 を使った骨格別コーディネートを紹介していきます、はい、そしてですねこれを記念してですね、うん、なんとあのクーポンが発行されております。嬉しい、はい、どんなクーポンかと言いますと、はい、2枚で使えるクーポンです。200円オフ、はい、2枚で使える200円オフクーポン。おー、嬉しい、でかいですね、大きい大きい、それで3枚で使える300円オフクーポンもございます。嬉しい、ぜひぜひ、はい、ぜひ、うん、N555 対象になりますが、うん、ぜひあの複数買いもお得にご購入いただけるので、はい、ぜひご検討ください、はいはい、言わせてることないかな、うん、大丈夫だと思いますよね、うん、じゃ あ, あの期間だけ言いますね、はい、本日12時から販売開始しておりまして、もうすでにクーポンもゲットできます、はいはい、そして12月の27日の火曜日、うん、朝11時59分まで、うん、送料無料でお得なクーポン配布中ということになりますので、はい、ぜひこの期間にご購入とください、はいはい、お願いします。お願いします。ではちょっとハラちゃんは何色と書いておりますが、はい、ラベンダーブルーですかね。そうですね、うんうんうん、来ております、はい、はい、うん、じゃあ、はい、紹介いきましょうか。はい、はいはい、じゃあどれくらいと、うん、でこれいく、はい、じゃあハラちゃんから、うん、いきます、はい、下に書いてるんですが、まずみんなあの我々の体型骨格タイプをお伝えしますと、はい、花ちゃんがストレートです、はいはい、でモッピーがウェーブです、はいはい、でアリちゃんがナチュラルです、はいはい、なのでストレート、ウェーブ、ナチュラルのコーデを2コーデずつ今日は紹介させていただきます、うん、はいはい、じゃあ、いきますね、はい、お願いします。じゃあストレートの、はいはい、タイプからいかせていただきます。皆さんコメント来てたら教えてください。あ、そうか、です、良いですか、はい、かしこまりました、はい、じゃあ、ストレートタイプの花ちゃんです、うん、N555 のタイプでいくと V が得意なタイプになります。なので V ネックを着用しております。で、V なのでもう結構コーディネートとしてはストレートさん得意で、
割と完結するかなと思うんですけども、うん、全体のコーディネートとしてもなんだろう、ちょっとシガレットパンツみたいな、一応テーパードではあるんですけど、ウエスト位置が高くなくて結構ジャスト位置で履けるようなスッキリと履ける、ボトムスを合わせています。はい、でちょっとスッキリとね、上半身に、ストレートさんは重心があるので、うん、この周りをスッキリ、そしてさらにこういうアクセサリーとかも使ってスッキリ見せております。でこんな感じ、かわいい、かわいいです。なんかリネートいかがでしょうか、うん、じゃあかわいい、はい、はい、あれちゃん髪短くなったって。お、髪の毛はね全然切ってないですよ、うんうん、今日は下ろしてるんですけど、うん、はい。あ、サイズだけお伝えしておきますね、うん、はい、パンツ M3200? 正解です、さすがです、うん、M3200 の今はなちゃん S サイズを履いております、はい、結構ジャスト位置なのでストレートさんすごくおすすめですよ、うんうんうん、あ、V はあんまり開きすぎてないみたいに見えるけどどうですかね。あ、そんなに言うほど開きすぎてないかなと思います、うん、なんだっけ、鎖骨より下ぐらいにはあるんですけど、ぐーんと下がりすぎてることもなく、うんうん、なんだろう、お上品にだけどスッキリとみたいな感じで着ていただける履き具合になってるかなと思います、はい、あ、原さんのパンツは、ネイビーですか。はい、ネイビーです。なんか色的にいくとちょっと私は一応ブルベなので、うん、ブルベナスが得意そうなものにはしております。あ、自己診断だとストレートなんですが、ありちゃんのコーデが好きなんですけど、ストレートが着ると変ですか。あ、ストレートさんがありちゃんのコーディネートをするのであれば、はい、ネックラインにもうちょっとスッキリさを出してあげた方がいいかなと思います、うん、なのでちょっとこういうね長めのネックレス、うんうん、ここが V になってくれるようなネックレスをつけてあげたりとか、うん、あとは髪の毛をアップしてあげたりとかして、この周りをスッキリ、確かに、うん、縦ラインとかを出してあげるといいんじゃないかなと思います。なんか今日の新作のベストとかも、はい、うん、あ、そうですね、あ、確かに確かに、うんうん、こういう V もあるので、うん、こっちのベストじゃなくてこういう V のね、うん、ベストにしていただくのも良さそうです、うん、はい、インナー透けないのかな。あ、インナーは花ちゃんの色は透けないと思います。ただアリちゃんが着ているアイボリーかな、うんうん、はインナー透けると思うので、うん、透けづらいお色を入れていただいたら安心かなと思います。はい、うん、あ、みんなインしてるんですか。お、みんな今いいんですね。みんないいですね。今はいいですね。はい、今はいいんです、うん。アウトすると、ちなみにこれトップス丈でおりますが、うん、うん、インマウトもしやすい丈感かなと思います。うん、はい。はインしやすいからすごい嬉しい。そうそう。ね、本当にね、綺麗で、ね、というかね、素手じゃないけど、まあその、うん、ね、厚み的にね、うんうん、そうめっちゃ綺麗にねできるからいいんですよ。はい。あ、さっきのツイードベストいつ発売ですか。あ、本日発売になります。18時からお渡せします。はい、なります。で、あとでね、次のねストレートのコーディネートであのベストを着るので、またお楽しみにしていてください。はい、じゃあ次ウェーブ。はい、はい、行きます。はい、行きます。じゃあ続きまして、はい、ウェーブのコーディネートお願いします。ウェーブは一得意なのはボードネックが、うん、3タイプ中得意なのでボードネックを着用しております、うん、はい、で結構ウェーブさんはオーバーサイズとかより結構コンパクトだったり、うん、結構体のラインが出るフィット系のトップスが得意なので私はインしております、はい、多分アウトでも全然いいと思うんですけど、骨格で言うと多分インの方が結構ハイウエスト目でスタイルアップにもつながるし、うん、いいと思うので個人的にはインがおすすめでございます、うん、はい、で下はフレアスカート、これもウェーブさんが得意なフレアスカートで合わせているんですけど、結構生地感があまり硬いものはどちらかというと得意ではないので、結構これも柔らかい素材感のフレアスカートにしたんですけど、で相性いいフレアスカートにしております、はい、で、まあ、腰回りもね結構どちらかというとウェーブさんで腰張りが気になる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、これだったら
あのそこまで体型カバーもつながりますし、で N555 でぴったりしすぎてないので、うん、なんか得意とは言え多分 あんまり体のラインが出るのが苦手って方も中にはいらっしゃるかなと思うんですけど、うん、あの N555 だとちょっと身幅もねあるので、すごいウェーブさんも取り入れていただきやすいかなと思います、うん、はい、であとあの一応首元ボートネックで結構すっきりは見えるんですけど、うん、まあ、もし顔タイプとかにもよるかなと思うんですけど、結構なんか寂しい印象、まあ、無地なのでね N555 も、うん、結構寂しい印象にはなったので、こういうネックレスとかもちろん長めのネックレスとかも相性いいと思うので、ぜひアクセサリーとかでもいろいろ合わせていただけたらなと思います。はい、はい、以上です。はい、あ、ね、アイさん、そうですね、ツーストでも、ボートネック合うけどねって言われたりいただいてるんですけど、うん、この次花ちゃんがストレートでするのはボートネックで、はいはい、紹介させていただきます。はい、はいはい、で花さん、やっぱりボートはインナー見えちゃいそうですねって。そうですね、結構なので、うん、多分ヒートテックとかこれからなんか着るときは結構空いてる、多分あのメーカーさんによってはそういう空いてる系とかも多分レタスもあると思うんで、うん、そういうものとかにしていただいた方がいいと思います。うん、うん、はい、うん、とかだからそれこそジレとかあのここ肩隠れるやつとかを多分合わせてもらっても多分相性はいいので、うん、そういうものと組み合わせてもらってもいいかなと思います。はい、せいさん、首元があまり空いてないのないですかっていただいてますが、あ、ちょっと、うん、そうだね、タートルですかね。はい、タートルタイプもございます。はい、はい、ございます。はい、うん、そうですね、今日の新作がっつり紹介はないです、うん、でも N555 の骨格別コーデの最後にあの3点ほど今日の新作をあの軽くにはなるんですけど紹介させていただきます。はい、はい、うん、はい、あのこタイプ診断してもよくわからない場合は着たいのでいいですよね。もちろんあの今日は骨格別でコーディネート紹介させていただいてるんですけど、もちろんあの骨格に合わせたコーデじゃないとダメとか、そのタイプを着ないとダメということは一切ないので、うん、はい、あの好きなものを着ていただいていいかなと思います。はい、後ろの開け具合みたいです。あ、オーケーです。うん、白はこんな感じ、そこまでも開いてないかな、うん、と思います。前と多分あまり差はそこまでないかなと思います。はい、はい、で、みーちゃんは骨格ストレートですかともらってますか、うん、そしてみーちゃんは骨格ストレートになります。はい、はい、でウェーブでボート以外だと何が合いますかともらってますが、この後、うん、もう一着着るときに着るんですけど、うん、タートルネックも結構比較的あのウェーブさんは得意な方なので、ちょっと後であのタートルネックタイプのコーデもご紹介しようかなと思います。はい、はい、あ、マイマイがかわいい。あ、ありがとう、マイマイ嬉しい。あ、インナーブラでも着れそうですかって。あ、でも多分いけるかな、多分色にもよると思うんですけど、うん、多分カラーものとかだったら透け感は全然気にならないし、うん、多分ラインもそこまで出ないかなと思うのでいけるんじゃないかなと思いますが、真冬は多分あのそういうあったか系は着てもらった方がよりあったかく過ごしていただけるかなとは思います。はい、皆さんが着てるのは M サイズですかともらってます。多分 M かな。そうですね、そうですね、うん、M です。今日は M サイズを着ております。はい、はい、うん、で、じゃあそろそろあれだね、うん、ナチュラルさんに、そうですね、うん、はい、行こうかなと思うんですが、はい、モフィちゃんが着てるねブルーがブルベなんですが乾く済まないですかともらってるので、ハラちゃんがその後とハラちゃんタートル着予定ないですかともらってるので、はい、アリちゃんの紹介中ちょっとこっちでこっち着てみます。はい、行きます。はい、じゃ次骨格ナチュラルの説明します、はい、ナチュラルさんは、タートルがまず得意なので一発目にタートルを着てるんですけれども、 V ネックとかだとこの鎖骨とかこの骨がやっぱ見えてしまうのが、ナチュラルさんはちょっと懸念しがちなので、あのタートルで骨がね極力見えないものにしてます。で、基本的にすごいぴったりしたタイトなものよりも、オーバーサイズなものとかが得意なので、うん、N555 自体はね結構ぴったりしてるというよりかは、うん、こうちょっとゆとりがあるタイプのものになってるので、あの そもそも大丈夫なトップスになってます、うん、そしてあの合わせてるスカートもタイトなものとかよりもフレアとかで、うん、本当にラインを拾いにくくして、うん、少年感とかちょっと骨骨しいイメージをこうなくしてるアイテムを合わせてもらうのがすごく綺麗に見えるので、まあ、それプラスでちょっとこういう感じでファーベスト羽織ることでね、さらにちょっと骨格があんまり見えないように
隠すようなコーデにしております。うんうんうん、うん、はい、はい、でございます。はい、ありがとうございます。そう、あ、皆さんね、持ってるのでぜひコーディネートね、うん、参考にしたいでいただけるのでぜひしてください、ね。はい、なんかね、理由はちょっとわからないんですけど、イーちゃん曰くナチュラルさんは毛足の長いファーが得意みたいなので、これはね2タイプ選べるんですけど、チベットだったっけ、うんうん、と選べるんですけど、あのこのタイプのナチュラルさんは毛足長いファーと相性がいいみたいでございます。うん、ですね、はい。あ、タートルは首元苦しくないですか。はい、首元はね、かなりこの余裕があるデザインになっているので、全然苦しくなく、なんていうの、もたっとして着てもらえるかなと思います。あ、オールホワイト可愛いってね、ありがとうございます。アントーニー来ました。めっちゃ可愛いです ね、そう、毛足が長め、なるほどって、そう、うん、なんでなんですかね、きっと聞いとけばよかったんだけどえーって感じそっか、そうなんだみたいな。確かに確かに、なるほどって感じですよね、うん、本当に。そう、うん、はい、うん、で、ちょっと間挟みます。はい、ありがとうございます。はるちゃんがタートル着たらこんな感じなのと、うん、あと顔写りですね、どうかな、あらも、うん、全然悪い感じもなく、うん、結構いい感じかなって思います。ブルーベ、はい、夏のはるちゃんが着るとこんな感じです、うんうん、はい、じゃあ続きをお願いします。はい、あ、タートルゆとりはありそうですが、首に生地が当たるのも苦手な人はやっぱり長時間着るの辛そうですか。あ、私も首に生地が当たるの苦手で、タートルは本当に結構に骨格的には合うんですけど、あんまり着ない人だったんですけど、これはね、うん、当たってるんですけど、生地ね、柔らかい、そうね、から、うん、あんまり気にならないと、すごい肌触りがいいので、うんうん、なんかその不快感とかは全くないんですけど、そもそもね、結構ゆとりがあるので、あんまり首にすごいずっと当たってる感じはないです。うんうん、です。はい。あ、今日最後のサロペットには、V かボート、どっちが合いますか？モカだと何色が合いますか？ボートかな、うん、サロペット、私も今日着てきたんですけど、あれ自体が結構 V なの で、 そうです、ね、V に V がちょっとあれなので、うん、ボートの方が可愛いかなと思います。確かに、うん、でも合わせるとモカ、そう、うん、可愛いね、モカやったらね、アイボリーとか間違いないと思います。うんうん、うん、あ、アリちゃんとモピちゃんのスカートの品が知りたいです、はい。ポピはね、これもしかしてちょっと在庫がないかもしれないです。そうだね、はい、M3713 なんですけど、はい、ちょっと在庫がないかもです、ごめんなさい。あり、はい、ちゃんのは M3827 です。はい、今からか、そう、あ、そうですね、うん、多分今からやと思う、これからの文ちゃん品番になります。はい、神でございます、はい、楽しみに、うん、あ、ストレートがタートル着た時すっきり見えるにはどうしたらいいですか。あ、さっきもご質問いただいたけど、うん、ネックレスとか、それこそベスト、うん、今日発売のベスト、相性いいです、これ、ね、タートル着つつもなんか上に合わせるジレとかベストとか、うん、アクセサリーで V の字を作ってもらうと首元すっきりして見えるので、うん、はい、目の錯覚効果かな、うん、確かにそれもでもあると思う、うん、ね、うん、それを意識すれば問題ないと、うん、そうそうそう、よくみーちゃんが言っております、ね、うん、あの TikTok でもみーちゃんあのめっちゃ上げてくれてるんですけど、うん、ぜひ参考になると思う、 TikTok もぜひ見てください。てーってあれ、いつもねーって見てるすごーと思って、ぜひ、だからあのタートルはこそダメって思わず、そうですね、着方によって着方次第で、うん、ね、うん、着ていただけるので、はい、ブルーベにおすすめの色教えてください。あ、ラベンダー、あ、確かに、そうです、ラベンダーブルー、はなちゃんが1点目で着てた、うん、ラベンダーブルーもすごくおすすめだし、うん、綺麗な色、うん、あとネイビーも結構おすすめですね。確かに確かに、うん、結構カラーは本当豊富なので、はい、うん、そのツイードベスト V 字なので N555 を合わせるならボートかタートルの方が良さそうですか。はい、うん、そちらのね、ボートかタートルがおすすめでございます。うん、今からはらちゃんがちょうどね合わせてくれるので、かわいいよ、はい、お楽しみにしてください。うん、ウェーブだと思うのですが、首、冬はタートルばっかり着ちゃってます。首周り鎖骨見せた方がより似合うかな。あー、でもなんかそれこそでもあのそれこそ種類にもよるかなと思います、うん、あのトッ
ップスの結構フィット感とかにもよるので、結構どちらかというとウェーブさんはオーバーめのゆったりしたものより、うん、あの結構タイトなものが得意なので、もちろんタートルでもあのスウェット系とかよりかは多分リブニットとかにしてもらったら相性いいですし、うん、それこそもしインナーとしてタートルネックを着るなら、私もコラボするんですけど、ジャケットってコンパクトなサイズ感はウェーブさん得意なので、そういうクロップド丈とかショート丈得意なので、うん、もしインナーでタートル着る際はそういうジャケット系とか合わせてもらったら、あの丈短丈系とか合わせてもらったりとか、それこそハイウエストもののパンツとか合わせてもらったら、あのスタイルアップにはつながると思うので、うん、絶対首元を見せた方がいいっていうことはないかなと思うんで、それこそタートルでも、うん、あのウェーブさん着こなしは全然していただけると思います。はい、はい、うん、厚着のウェーブさん人気ですね。あね、じゃじゃーん、かわいい、かわいい、ちょうどね、今日の新作そうですね、うん、あ、はるちゃんちょっと L55 のタートル、うん、あ、タートルか、でもね、ツイートベスト合わせお願いしますね。またね、じゃあ後でね、タートルも着てみようかなと思います、はい、うん、はい、アリちゃんじゃあこうで大丈夫かな、うん、うん、じゃあモピアに着替えていきましょうか、うん、じゃあモピアに着替えてきてもらおうかなと思います、はい、こんな感じです、うん、厚いのジレのベストの上に羽織るアウターはどんなのが合いますか。結構シンプルなアウターでいいんじゃないかなと思います、うん、だし、あのもし中のツイードとあの上のコートのバランスが難しかったら、もうコート前閉めちゃってわからないようにしちゃってもいいと思うし、もしあの開けてきたい場合は、あの本当に無地のシンプルなノーカラーとか、でいいかなと思います、うん、あの丈だけこのベストより長い丈にしていただいた方がバランスはいいかなと思います、はい、ね、TikTok 見てましょう、かわいいよね、そう、みーちゃんね、毎日すごく頑張ってるので、よければ見てみてください。はい、やっぱツイードベストね、そうなんです、人気なので、今日18時ぜひお見逃しなくです。うん、あ、かわいい、よかったよかった、はい、タートルのね、黒は今日はね、あ、モピちゃんがモピちゃんが次のコーデでしてくれてました。はい、はなちゃんのベストはね、ブラックではないです、こっちがブラックかな、あれ、全然どっちでもいいんですけどね、かわいいと思います。肌はちょっと明るい方で着てみます。よいしょ、あ、切れちゃった、切れちゃった、切れちゃった、あ、あやかさんこんにちは、今日 N555 タートル着てる、柔らかい肌触りで空いております、ありがとうございますね、本当に本当にこの肌触りタッチ感がすごくいいですよね。まだあのお手持ちじゃない方はぜひチェックしてみてください。ベストのカラーバリはこの骨格のタイプが終わった後にまたお伝えしますね。ヤナちゃんのネックレスはね、ボヤージュというところのものになります。安定ですね、安定ですね、うん、おー、ビジョンも可愛い顔しておりますよ。はい、V ネックのインナーにシアータートルはおかしいですか。おお、ちょうど次シアータートル、すごい、ちょうどアリちゃんがね、次の、うん、はい、ナチュラルコーデでやってくれているので、お楽しみにしていてください。はな、い、うん、ちゃん今下にヒートテック着ております。バレてました。そう、そんなことすごい、そうそう、着てるんですよ。でも着れますもんね、うん、そうなんです、だから透けてない、あ、こんぐらいの透けですね。今日はね、グレーの色をしております、ヒート、はい、あ、お洗濯は何ですか、うん、書いてるんですか。 N555 は、N555 はちょっと待ってください。今日あの商品ページも載っているんですが、うん、ちょっとお洗濯できますね、はい、はい、洗濯可能なので、うん、まず商品ページ見て確認していただけたらと思います。はなちゃんが着ているのは今日 M、 みんな今日 M ですね。そうですね、うん、M は着ております、はい、はい、うん、うん、あ、フリちゃんのスカート頻繁聞き逃してしまった。あ、言います、ありがとうございます。ちなみにアリちゃんのね、カミングスーですね、うん、はい、 M3827
次の2コーデ目はい、はい、骨格別してみましたのでじゃあいきますね。はい、はい、じゃあまた鼻からストレートでいきますよ。はい、はい、次ですね、ストレートの方はあのボートネック、ちょっと今ベストで若干隠れてますがボートネックもあの合わせていただきやすいです。で、ストレートさんも本当にグーッと詰まりすぎなければ程よくこの辺が空いていると結構使いやすいというふうにあの、はい、なってます。で、さらにですねここの V が得意なので今日の新作のベストを合わせております。ここで V で縦ライン作ってさらにあのちょっとねこれがなくなっちゃうと個人的に寂しいなと思ったのであのこっちも V っぽい感じの縦のラインが出るネックレスをしております、はい、あとは全体的にあのアイラインになるようなアイテムでコーディネートをやっております。で実はこれベスト上に着てるんですけどちょっとあそうですね、そうなんですよ、かわいいんだよ。そう実はねあのベストはちょっとね寒い時にちょっとオンして着たらいいかなと思うんですけど中に実はこのキャミワンピース、ここもねすごく深く V のラインが入ったキャミワンピースを今日着ております。でアイライン作ってストレートさんに得意なシルエット、全体的に得意なシルエットを作っております。はい、寒い時はさっきの V のねベストとか合わせていただくといい感じに決まるかなと思います。はい、はい、以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ読んでいく部分ですが、M は、二の腕だったりとかパツパツしませんか？あ、そうですね、うん、多分このメンバーだと私が一番割としっかりしてるかなと思うんですけど、ほどよくゆとりはありますよまだ、うん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 、でさらに私今日中にねあのヒートの極端、はい、1個1枚挟んでるんですけど、まあ、こんな感じですね、うん、もしあのご不安だったら L サイズにしていただいてもいいかなと思います、うん、多分あの動画の方には前 M サイズと L サイズが出た時に、ね、はい、ライブしておりまして違いなんかも説明しているのでよければ見てみてください。はい、はい、今はんちゃんのコーデにあのデニムでも合うかな？あ、うん、もちろんいいと思います、うん、ぜひぜひめちゃカジュアルになって可愛いかなと思います、うんうんうん、あ確かにみーちゃんワンピとか合わせても可愛いだろうな、うん、あみーちゃんワンピもすごくいいと思います、ね、可愛いと思う、うん、これをねみーちゃんのやつに変えるのも素敵です、ね、はい、はい、はらちゃんベストにもニット大丈夫かなって？お、もちろんもちろん大丈夫でございます、うん、合わせちゃってください、はい、はい、うん、あ、こんにちは。キャミワンピの品番教えてほしいです。はい、キャミワンピはですね、ありがとうございます。はい、ちょっと待ってくださいこれね、めっちゃ愛用してるんだけど。確かにそう、ちょっと待って、着やすいですよね、これ。そうなんですよ、あ、あったあった E の 2802 E の2802でございます。はい、ありがとうございます。はい、うん、あはらちゃんが着てるキャミワンピ後ろも深V になっててすっきり見えて大きいよかった、ありがとうございます。あ、つい最近グリーン買い出したよって、いい色だった。おー、いいですね、カラー、うんうん、あはらちゃんの今着てるやつみたいにベストもスカートも丈長い時はアウターも長くしてしまうと変になる気がするんですけど、その場合どうすればいいかなって。おー、多分重心が下に行っちゃうようなってことですよね、うん、そしたらもうこのベストと同じぐらいの丈のものを合わせていただくと、うん、あのそれ以上重心が下になることはないかなと思います、うん、むしろあのもっとショートものになっちゃうとこのベストが出てしまって、うん、これが出るのはちょっと違うかなと思うので、うんうんうん、はい、ちょっと合わせ一緒ぐらいの丈のものを合わせていただくといいかなと思います。はい、はい、うん、暑い色の柄近くで見てください、はい、じゃじゃじゃーん、いいですよね、これすごく高見えしますよね、可愛い、本当に、はい、カラバリオ見てめちゃ可愛いんで、そうなんです、また後ほどね、はい、ご紹介させていただきます。うん、うん、あはらちゃんのその杖のベストにブラックのタイトタートルでも可愛いかな？もちろん、うん、うん、絶対可愛いと思う、うん、絶対素敵です、来てください、はい、うん、あ、中に極端とか着る場合は L サイズを選んだ方がいいですか？
もしあのここのパツパツ感が気になるなっていう方は L サイズでいいと思います、うんうんうん、もう正直ちょっとここはもう腕のねこの太さというかによってしまう、うん、サイズ感によってしまうので、うんうん、あれちゃんはまあギリまだ M でいいかなと L でもいいけど M でいいかなって思います。うん、うんうん、です、はい、どうも大丈夫そうですかね一旦コメントは。はい、はい、じゃあもぴちゃんのウェーブに移ります。はい、はい、お願いします。お願いします。はい、次ウェーブもぴはタートルもタートルネックも得意なのでタートルのコーディネートを組んできました、はいはい、今黒のタートルを着てるんですけどこんな感じです、うん、で得意なタン丈のジャケットを羽織ってきました。ジャケットもすごいあの素材感もしっかりするんですけどどちらかというと結構張り感があるっていうよりかは結構柔らかい素材のものにしててあと首元も結構すっきりしてるのでどちらかというとなのでこういうタートル合わせがすごいおすすめかなと思います、はい、でウェーブさん結構スキニーだったりあの結構フィットしてる系のパンツも得意なのでこれもめちゃめちゃハイウエストってわけじゃないんですけどすごい相性も良くてこれはウェーブさん大優勝コーデなんじゃないかなと思います、うん、私もこのパンツとめちゃめちゃ合わせてるんですけどすごい着やすいです。で結構このジャケット自体もあのやっぱ N555 すごい柔らかくて、うん、であの袖自体もスッキリはあのぴったりしすぎてないんですけどあのボリューム袖とかじゃないんでこういうジャケットと合わせても全然ごわつかないので、うん、なのでこういうインナー使いとしてもすっごいあの持ってこいのアイテムなのでぜひこういうコーディネートとかしていただけたらいいかなと思います。はい、はい、ちなみにこれ両方とみさといさんコラボっていう、うんうん、これめっちゃおすすめ、うん、ウェーブさんにもおすすめです、うん、はい、はい、です。で、アイさんごめんなさい L サイズも着ていってもらってるんですけど今日はねあの L サイズはなく、うん、これでないので申し訳ないです。ただあの前回あの L サイズが出た時にライブしておりますのであそうですね、はい、ぜひ見ていただけると嬉しいです。すいません。はい、うんうん、さっきあのジャケットを脱いでほしいだったのでジャケット脱ぐとこんな感じですね、はい、ジャケット脱いだらちょっとなんか雰囲気変わるんでそれこそ髪の毛とかくくってもらったら多分よりスッキリさは出るかなと思います、うんはい、おー本当ウェーブさん大優勝コーデだねって。いや私はすごいおすすめ、うん、タンタ系だしでもなんかジャケットも短すぎないですし、うんうん、そうで首元もあのそんなにこれも、ね、高すぎないと思うちょっとあのやっぱ柔らかい素材なので高すぎないので、うんうん、着やすいしこれもねすごいね着用しめっちゃ足がほんと綺麗に見える美脚デニムかなと私は思ってます、うん、はい、いいですね、うん、おもぴちゃんのパンツも最近買った。 ありがとうございます、うん、めっちゃおすすめありがとうございます、うん、あ黒のタートル合わせと私かな、うん、あなるほど。あベスちゃん後でね、うん、そうですね。それかもぴちゃんこれ着る。あ確かにちょっとこれ確かに、ね、ちょうどうん、確かに、うん、なんであのここ V にもなってるけど、うんうん、もぴちゃんタートル着てくれてるのでウェーブさんのすごく飽きすぎることなく結構バランスよく着てもらえるかなと思います。かわいい、うん、いい、かわいいですね。ね、黒にね、うん、チェックのツイルキューとような感じ、はい、こんな感じで、いいですよ。近くにお見せするとこんな感じ、うん、でも合いますね。ウェーブでも全然、うん、なんかやっぱここが空いてる部位と詰まってる部位と、うん、また印象もちょっと変わるんですけどやっぱりこっちの方がスッキリは見えますよね、うんうん、でもあのウェーブさんは多分タートルの方がまだ着やすい、うん、まあ、ポートも、ね、得意なんで、そうですね、着けると思います、はい、まあ好みで、うんうん、選んでください、はい、お願いします、うん、おここ数年寒くなってタートル着てなかったけど寒いからタートル買おうかな。わかります。本当に寒い、もうそれで買ってるもん。間違えない、間違えない、本当に冬はね、首温めた方が、うん、暖かいから、そう、ね、今めっちゃ肩こるし ね、 ね、そうですね、うん、結構荷物でもなるし、そうそうそう、うんうんうんですね、あ皆さんやっぱり腰の位置とか全然違うのかなって、うん、ちょっと身長がね今ね全員バラバラなので、そうですね、なんとも横で、ね、直線では忘れられないんですけど、確かに、でもなんか結構着替えてる時とかでもやっぱ、うん、あれウェーブやなとか思いますよね。やっぱ違うやな、みんな、うん、骨格はやっぱ違いますね、脱ぐと余計に分かりますね、どこ見てんねんって話をね、あんまりいつももはい、ね、もぴちゃんコーデでストレートパンツ系もありですかね。あ、ありだと思います、うん、ワイドすぎるのは、うん、結構多分あんまり得意な方ではないのかなと思うので、うん、得意なのはテーパードとか、うん、やっぱそういうハイウエスト系なので、うんうん、
割と過ぎないものを選んでいただいたら大丈夫かなと思います。はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次、はい、ナチュラルのアリちゃんに行きましょうかね。はい、お願いします。はい、ナチュラルなんですけど、うん、さっきお伝えしたんですけど、実はあの V ネック苦手なんですよね、うん、なので、うん、V ネックナチュラルさんが着る際はちょっとごめんなさい、ここまであるヒートテック着ててめっちゃ見えにくいんですけど、シースルーの今タートルを、レイヤードしてます、まあ、シースルーじゃなくてもいいんですけど、なんかね、ここにタートルとかをあのレイヤードしてインナーに着ていただくと、このね、鎖骨とかの苦手なその骨の部分とかを隠して着れるので、うん、ナチュラルさんが V ネック調整したいときはこの着方がおすすめでございます、はいはい、そして、ボトムスに、結構もうスニーカーでバケ派でもめちゃくちゃカジュアルに組んでるんですけど、うん、ナチュラルさんって結構その少年っぽさがやっぱ懸念されがちなんですけど、うん、カジュアルな服着るときも太めのボトムスで極力インせず着てもらうと、でアウトにするとね、その何ですか、ラインを拾いにくくなるので、うんうん、少年っぽさも軽減しながら、うん、体のいい部分を出しながらカジュアルなコーデもできますので、うん、こんな感じがおすすめでございます、うん、はい、似合ってるね、かわいい、おしゃれやし、めっちゃ似合ってる、イエーイ、イエーイ、かわいい。あとね、緑のネイルと、あ、そうなんですよね、すごい偶然ね、偶然、はい、ね、カジュアルな時はね、ちょっと N55 もこういうちょっと色味、うん、あるグリーンとか、うん、お色あるもの挑戦してみてもいいかなと思います、うん、はい、うん、シアいいですね、めっちゃシアかも、袖からも可愛い、うん、そうそう、袖からもね、うん、出すとね、可愛いんですよね、おしゃれです、レイヤードさんね、うん、はい、はい、と、おー、嬉しい、今日のライブは勉強になりますね、よかったです、ありがとうございます、ね、はい、嬉しいね、ねーですね、あ、もみちゃんまとめ髪かわいい、 ありがとうございます、ね、かわいいリボンついて、そう、リボンつけてくれた、あー、かわいいありがとうございます、はい、おー、おはるちゃんネックレスかわいくて購入した、あー、おなんか、全然あれですけどありがとうございます、確かにもので、はい、という感じでね、はい、一応骨格ストレート、骨格ナチュラル、はい、あ、そうそう、骨格ウェーブ、骨格ウェーブ、で、骨格ナチュラル、はい、で、みんなそれぞれタイプは、ストレートは V ネックとボートネックを着ました、はい、で、モピちゃんウェーブが、タートルとボートか、はい、うん、はい、着ました、うん、ナリちゃんナチュラルが V と、タートル、タートル、はい、お、来ました、はい、はい、ショーフィーページの中でもネックタイプ別に二重丸とか丸とか三角とかって骨格別に書いてるので、はい、もしN55 タイプで何がいいかなみたいな、うん、悩まれた方はぜひ参考にしてみてください、はい、はい、お、もーぴちゃんは V ネック苦手ですかって、あー、苦手ではないと思う、うん、それこそでもタートルはいけるので、うん、こういうね、アリちゃんのシア合わせとかしてもらったら全然いけますし、うん、全然苦手ではないです、うん、か、まあ、より得、よりスタイルがよく見えるのが、うん、ちょっとボードだったりタートルだったりっていうのがあるんで、うん、全然苦手ではないと思います、うん、なんかこの辺寂しく感じたら、うん、V が好きで、でもウェーブでっていう時は、うん、寂しく感じたらネックレスをしっかりつけていただくといいと思います、うんうん、はい、ナチュラルさんが綺麗め着るとなるとどんなコーデがいいのかな、綺麗めか、確かに綺麗めやったらどんなのがいいかな、大きめのブラウスとか、チュニックっぽい感じのピタッとしてないブラウス、うん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 、いいかもいいかも、で、まあ、細身すぎない、うんうん、ちょっと細身すぎないパンツ、うん、テーパードっぽいスラックスみたいな、うんうんうん、ズボンがいいかなと思います、うん、なんか最初のコーデもカジュアルだけど、うん、女性らしい、あ、そうですね、うん、コーデだったので、うん、色味とかもすごくホワイト系でまとめてくれてたので、うんうん、そういう意味でいくとすごい綺麗めな風にも触れるのかな、一番、ね、うんうん、確かに綺麗かも、そうそうそう、こっちと、ね、比べると全然テイストが違ったと思うので、うんうん、全然触れると思います、うん、それこそね、タートル着てこのツイードベスト着て、うんうん、でスカートとかでも全然可愛いし、うん、綺麗めかなと思います、はらちゃんのツイードベストにカラーもの合わせな何色が合いますかとありますが、うん、これね、
一応白黒でモノトーン系になるので、うんうんうん、正直もう結構色だけね、いいけど緑とかですごくかわいい、え、かわいいね、かわいいし、パープルとかラベンダーとか、うん、あのお好きなお色を持っていただくだけでもすごくパッと華やかになって、うんうん、あのおしゃれに着ていただけるかなと思います。はい、はい、あるちゃんってイエベですか？私はね、グルベ夏でございます。はい、はい、ありちゃんの着てるシアーインナーは販売されてますか？はい、販売されてます。ちょっと何番だったかな、うん、裏キモバージョンもありますね。そうそうそう、うん、在庫はあったかな、ラベルがないかも。あ、サンプルだから調べましょう。お願いします。ありがとうございます。アリちゃん、ナチュラルさんが V ネックで前かがみになったら胸元危なそうですか？あ、でもね、これね、そこまでそうさ、かがんでもここがダバって開くほどの空きじゃないんです、うん、そうだね、横に広いからかな、うんうん、前に大きく V が開いてるっていうかは、うん、こっちにいるのでかがんでも問題なく着れます、うん、はい。ちなみに、うん、アリちゃんの今着てるシアは C6433 なんですけど、はい、ちょっと在庫がね、結構限られてはいるので、よかったら商品ページ見てみてください。はい、ありがとうございます、はい、お、ベスト2色買いしようかな。おお、でも可愛いもん。そう、めっちゃ可愛いんですよ。モピちゃんのネイビージェレには何色合わせのバリエーションがありますか？あ、これは、あ、でも何でも、まあ、ベーシックカラーは間違いないと思います、うん、黒、ネイビー、白、アイボリー、うん、ベージュ系もいけるんじゃないかな、うん、まあ、でもここが赤とか入ってるんでね、そう、うん、そうね、カラーものとかも全然おかしくないと思います、うんうんうん、はい。はなちゃんのキャミワンピはサイズ M ですか？SM の方ですね、うんうんうん、でニットは5はつきませんかといただいてますが、 N555 なんかはあの、なんだろう、すごく分厚い、あと幅が広いニットではないので、うん、全然5はつくことなく、どうかな、はい、うん、すっきりとね、着られますよ、うん、お、N555 デビューします。あ、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。おすすめです。ちなみにこんな感じです。全然、なんだろう、着てないよね、うん、うん、うん、すっきりと、ここも結構空いてるので、ゴワゴワして、ゴワゴワしてないです。はい、はい、じゃあ45分ぐらいになってきたので、うん、そろそろ、そうですね、はい、骨格のコーディネート紹介は、うん、じゃあ2コーデずつしたんですけど、うん、はい、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。はい、です、嬉しいです。よし、じゃあ、うん、あ、原ちゃんの白のトップス、これはね、 M555 で今紹介していた、はい、はい、アイテムでございますので、ぜひ見てみてください。はい、じゃあ、ツイードベストの質問等も増えてきたので、アリちゃんがやってた、N、 N ポーズ、はい、N、 N、 N 君効果、終わりましょうか、はい、はい、骨格の紹介は、はい、終わりまして、はい、あと、あの、まあ、これとかも新作なんですけど、アリちゃんに今日の新作のスカートを合わせてもらおうかな、うん、N55、うん、はい、お願いします。はい、はい、で、もぴちゃんはスカートがないよ、ワンピース、はい、うん、できてもらおうかなと思います。はい、で、私はベストをね、で、今から新作をね、ちょろっと紹介させていただきますね。あ、N、なりさん、ありがとうございます。静電気どうですかっていただいてるんですけど、あの、すごく乾燥がひどい時とか、それやっちゃうとちょっと静電気もなるかなと思います。本当に、あの、私がいつも静電気防止をやるのは、なんかね、化粧水みたいな、こう、化粧した上から化粧水できるシュッシュみたいな霧吹きみたいになるじゃないですか。ああいうのを結構、あの、こう、裏なんだろう、服の裏とかからシュッ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 って巻いたりすると結構静電気がなくなるので、そういうのもしてみてください。普通に静電気防止スプレーとかもあるので、そういうのもぜひ、ファッションにはね、そういうのとか好きものだったりするので、ぜひそういうのも手に入れてみてください。はい、今日の新作は、今はなちゃんが着ているツイードと、あとこのコーデュロイのスカートですね、はい、コーデュロイのスカートとちょっと N555 に合わせやすいなと思って
持ってきたんですけど、あとこれはシンプルなバッグのワンピースもあります。これらちょっと今からサクッとにもなってしまいますが紹介させていただきます。あらちゃん、エグはどれくらい持ってるの？もう覚えてないぐらい結構持ってるな。もう長年ずっと使ってるし、毎年使ってるんですけど、でも5枚は家にあると思います。白黒はあります。で、グレーグレージュみたいなのも2色あります。ピンクとかもあったかな。ちょっとめちゃめちゃ持ってる。シンプルやけどめっちゃ着やすいこれ。ね、うん、いいね、うん、すごく可愛いです。結構持ってます。はい、ツイードベスト綺麗に合わせたら、卒園式とかでもいけそうですか？お、いける気がするね。確かにテーパードとかに合わせて、うん、結構いけそうなの。うんうん、はい。あの衣装ね、ゴーゴーゴー着たくなったので明日着ようか。あ、ぜひぜひぜひ。でも本当に1点持ってると、うん、大体もうインナー使いが結構しやすいので。そうですね、はい、あのニットだけど厚すぎるニットではないし薄すぎるニットでもないので、本当に真冬のインナーとしても使いやすいかなと思います、うん、はい。